株式会社、西武ホールディングスは、西武鉄道や、プリンスホテル、及び埼玉西武ライオンズ等を傘下に持つ、西武グループの持ち株会社である。西武ホールディングスは、2004年に発覚した、西武鉄道における優化証券報告書虚偽報告事件を受けて、西武グループ創業家の堤義明前社長の、ワンマン経営からの企業体質の改善を図ると、ともに、東京都、 埼玉県を中心にした鉄道事業とプリンスホテル国土が受け負ってきたレジャーホテル事業の一体型経営を行い西部グループの経営再建をするために設立されたグループ再編が行われるまでは西部鉄道国土計画の創業者である堤康安次郎の後継者である堤義明が大半の株を保有する国土において西部鉄道西部建設と 首都圏外のプリンスホテルゴルフスキー場などの運営会社の株式の対数を有しており、国土のオーナーである吉明が西武鉄道グループの経営権を握っていた。しかし、2004年10月に上場会社であった西武鉄道と伊豆箱根鉄道が優化証券報告書上で国土の実質持ち株比率が上場廃止基準に触れるにもかかわらず、名義株で過少記載するといった、 虚偽記載を行っていたと公式に発表し、堤美義明が国土の会長職などを辞任指標部隊から退いた。これを受け、東京証券取引所は双方に上場廃止処分を下した。この上場廃止に伴う信用低下と不採算事業の拡大からメインバンクである水保フィナンシャルグループなど金融機関主導による経営再建の策定が急浮上した経緯がある。 2014年4月23日に東京証券取引所第一部に上場。事実上の前身会社である西武鉄道が優価証券報告書虚偽報告事件を受け2004年12月17日に上場廃止して以来約9年半ぶりの再上場となった。鉄道業界における上場は1997年に 上場した東海旅客鉄道以来17年ぶりである。この上場に合わせて、西部ホールディングス及び西部グループのロゴマークを変更した。2016年2月10日、西部 HD は2004年上場廃止となり、株主から株主代表訴訟で損害賠償請求を提訴され、賠償金など309億円を要した件で、 堤義明に支払いを求めていた再建の全額を回収すると発表した。堤は保有する NW コーポレーション株式の全部を売却して資金を捻出する。これによって堤と西武 HD の関係は解消された。池袋旧本社ビル跡地に賃貸オフィスビルを新築した。このビルは西武池袋線の線路上空に18階建てのビルであり、低層部には 商業テナントを誘致している。2019年3月竣工した、このビルには、西武 HD の本社機能も入り、1986年以来33年ぶりに、西武が池袋に帰る形となったが、鉄道の本社はこれまで、通り所沢に位置している。設立に至る手順は、以下の通り。その後、鉄道業界においては2016年に、九州旅客鉄道も、 株式を上場している。ありがとうございます。